なげなジャイムが終了今まで行きましたけれどもね、はい、続きまして待って待って待って今日はね、この村のじいさんばあさんたちを集めてねちょっとやりたかったんですけどね、そうですね、まあ次回ですね、まあ機会があったからこの村のあの敬老会、はい、長寿会のじいさんばあさん方をここにずらっと並べてね、指導していこうかなと。今日準備をしたことで誰も困ったのちょっとせっかく壊すせよね、お机がこっち反対やね、分かりませんけど壊すせこう、テーブルがね並べてあります、椅子がテーブル、じゃあまず次行きましょう。はい、はい、待って待って、これもう英語だな。待って、声ばっかり聞いたじゃん、ま書いた方が分かるね。待って待って、字幕入れてみよう。待って待って待って、待って、はい、待って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 やるとな、待ってじゃなくてイントネーションもこう気をつけな、待って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 、もう英語やなもうここずくらい英語やと、ほら英語やとか待って、ほらもうね英語や、待って英語ではありません、これは鹿児島弁です、れっきとしたね待って、鹿児島弁の単語でございます。待ってというのは全く全然な、はい、というような意味ですね、よく使うのは待ってじゃがと、待ってじゃが、待ってじゃがと、待ってじゃがな、待ってじゃがちゅうわな、はい、待ってじゃが、はい、待ってじゃが、ここはね待ってじゃが、あらあれか、切れた録画しとったのか、待ってじゃが、待ってじゃが、はい、待ってじゃがって、待ってじゃがって、待ってじゃがって言いますね、はい、待ってじゃがって、これはあの新種のじゃがいもじゃないですよ、じゃがついてるけど、待ってじゃが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 っては新種のじゃがいもじゃありません、まるで、まるで、全然まるでか、まるでやまって、まるでまってとか、まあ、全然注意めな、はい、はい、はい、次、いきます、はい、はい、次腹ぐれ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 は見えないこれね、別に、あ、違うの、腹ぐれ腹ぐれ、腹ぐれじゃありますよね、腹ぐれ初めて聞きました、腹ぐれ、腹腹ぐれよなこと、喫煙所がさっきのほら喫煙所がにつながるわけ、腹ぐれよな、腹ぐれよなこと、バカ喫煙所がち、へぇ、まあ、そうね、これね、腹ぐれ、腹ぐれ人間のことじゃないです、まあ腹ぐれっていうのはあのふざけている、悪ふざけ、ね、まあじゃれ合っているとか、まあ遊び半分とか、まあそういった意味で使われますね、腹ぐればっかり喫煙所ちな、いや、おいしなかった、何が腹ぐれ、カゴマ芸人なんのこと、まあ腹ぐれな、まあそういう意味、あ、例文の作り方、これは単語説明せかでもいっぺなこっぺじゃ時間はねもんない、にかにかにか、はい、にかにかさんかじゃねえな、かな、にかにかにか、はい、これはどういう時使いますか、あ、あ、つなげたらね、ニカベンベン、はい、わかりました、ニカズック、はい、新しい、はい、ニカ食いますって言いますよね、はい、はい、ニカ、はい、そうですね、これはニカは、鹿児島じゃ新しいですね、はい、新しいのことはニカって言うだろうな、ウイスキーのニカじゃなくてね、はい、ニカ、新しいに、おい、に、あ、新車よかったら、おー、ニカ食いますことはねとか、うん、あ、新しい洋服を買った時に、2回洋服、こだねとか、回ったね、こだねち、回ったねちゅうわな、回ったねちゅう、回ったねち、まあ、2かね、もう、まったくはね、2か、2かっつったら、2かさ、3か4かでこう答えられそうだけど、うん、すいませんね、分かりますか、これ、あの、鹿児島県人じゃない方で、ご視聴いただいてる方ですね。ちょっともう単語一つ一つを挙げるとですね、全くまあ日本人、日本語かよそれはと、まあ、この2かの2は新しいの2、
今何をやってるかというと、はい、この一番最後に、言ったほら鹿児島ことわざのね、はい、守護者小座蘭めしゃどんぶいということわざがありますけれども、はい、これをどういう時に使うかというと、例文を作るために今その例文内の単語を今説明しているだけですからね、まだ本題に入ってるわけじゃないですよ。はい、ひどんひどんひどん、はいはい、ひどんひどんひどんなわかやな、ひどん、まあ、漢字で書きやすくわかる、ひどん。あの例文を最初に全部教えてもらったらわかるんですけど、はい、今ひどんって突然ひどんって何言ってって言われたら、ひどん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 がっていうのかな、ひどんがひどんがっていうて、この単語だけ書くと全くわからない。ひどん漢がこう漢字で書くとわかるんだね。こうひどん。どんなどん、はい、西郷どんとか、はい、西郷どんとかのどん、ね、あや、とのやもんな、はい、どんつったこんとのから来とったってやこはな、どのですね、はい、どのな、ひどひどのお日様のことな、はい、お日様ちょうですね、日様、はい、ひのひどんつかおいは言いますからね、どん、ないもかもどん、ないもかも、ね、ないもかもどんのちくっと、もないもかもどんのちけてるやまんけやなかね、じゅんさどん、ボーイどん、そう中大丼じゃあ丼やせや丼この火丼な火丼、はい、いうのことです。はい、火丼、次これちょっと、まあ、書いて はい、これ何て読みますか、メスクトキヤ、そうメスクトキヤ、メスクときゃ英語じゃないからね、メスクときゃ、あのメスクときゃって言わんなからな、メスクときゃって言えばもうカモマメのイントネーションで言えばメスクときゃって言えばわかるけど、はい、おそらくこれはあの東京の方が見てて、それでもわからないでしょう。そうか、東京の人あのちゃんとした鹿児島弁のイントネーションで言ってもわかんないわけか、もうわからんわけよ、どっちでだってわからんわけよな、やっぱり標準語でメスクトキャーって言わんとわからんメスクトキャーって、これ読んでくださいって言ったら多分標準語で、使ってる方はメスクトキャーって言うんですけど、鹿児島のインドネーションでどこやメスクトキャーですからね、はい、メスクトキャー、これもう意味は分かんないな、そのままな、はいはい、変化もないもんな、はい、メシを食うときはですよね、ご飯を食べるときは、ご飯を食べるときは、はい、メシを食うときはが、はい、メスクトキャーになりますね、はい、メスクトキャー、メスクトキャー、おいよいよので日本語やっとかよどんどん正しい日本語に思いできました。いやもう普段我々が使ってる正しい日本語ですからね、ただ鹿児島県の方が使ってるというだけでですね、次、まあいよいよ終盤ですね、はい、はい、これもちょっと変えてみようかな、ニカチョク、ニカチョクはなかと、うん、ニカじゃなかった、ノカドばっかりはい、これ読んでください、ドジャナラン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 つっても、これにもな、この単語もわからんね、標準語で言えばドジャナラン、ドジャナラン、こう、ちょっと気合を入れてこう言わんのわからんな、カゴマ弁でな、まあまあ、ドジャナラン、ドジャナランドジャナラン、ここがドジャナランで一番最初に出てきたワード、はい、もうここにつなげるところはある、ドジャナランワードじゃ、ほらもうこう書きゃもう一気分かるな、はい、もうどうしようもないやつだと、はい、もうこれ書きゃ全国の人は分かるでしょう、ドジャナランワードじゃ、もう分かるな、もしかしたらドジャナランワードじゃ、うん、ほらお前じゃね、どうしようもないやつだという意味ね、どうしようもないやつだ、あ、はい、どじゃなら、どうしようもない、これはちょっと通常普通に会話で使ってるんだけど、もうほんのことでこう会話でこの辺の持参語と語っちょい会話を、まあ、仮にこう東京の方がいらっしゃってですね、聞いてたら、まあ、さっぱりこうどっか国外に来たような気がするんじゃないかなと、はいはい、思いますけれども、まあ歴史とした日本語でございます、南の外れのね、この
辺のどいなかで使ってる通常日常会話で使われている、単語でございます。それをまあ説明してるんですけれども、よし、じゃあここまで行きましたね。はい、行きますからね。じゃあ、かかんでもいいでしょ、別に。普段使ってますから、その勉強するまでませんでいいですから。こう、なんか、つい、なやきしてちょっとかい。まあ、って誰が腹骨よな、こうばっかりきしてして。わしはね、今年よったち、2回動画登って、ほら。もう、単語ならめたばっかりだからな。こう、わらがっつい、なやきしてちょいか。どうじゃん。はい。はい、これちょっと難しいかもね、難易度高かったね。こんわらがっつりなやきせといかち、ここまではわかりますね、はい、こいつは、全く本当に何をやってるんだという、はい、ことですよね、はい、腹ぐれんよなこばっかりきせっせと、腹ぐれんよなこばっかりきせっせは兄かひどんがのごとおらち、そんなことんせよったちち、まあ、仕事するときね、腹ぶれんようなことばっかりで、まあ仕事をしてるのか遊んでるのかわからんようなことをやってるやつを腹ぶれんようなことばっかりきっせっせって言いますよね。腹ぶれんようなことばっかりきっせっせって、二回ひどが残ってほらっていうのが、はい、まあその全国的に言うのであれば、うろ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 おとろいことをしてたら、弱減るよと、弱減るというけ弱くれるか、日がくれるやな、日がくれるやな、弱くれないね、くれてるからね、日がくれる、というのを、まあ、籠山ではほらね、腹くれよな、バカキセッセ、二カヒノンガのことっていうのを、日がくれるというの、二カヒノンガ、二カヒノンというのは、新しい太陽、明日が来るぞという、はい、まあ、変意味な。はいはい、まあ、難しいね、これね、分からんのな、分からんかもね、ごめんなさいね。はい、そして締めが、はい、ドジャガナ、ドジャガナ、もうお手上げっていう意味やな、ドジャガナ、ドジャガナ、まあ、お仕事をお願いしてお手伝いを、まあ、リュウさん、僕は、リュウさんにお手伝いを、お仕事のお手伝いをお願いしてね、来てもらった時にですね、全くためにならない時の例をこういうふうに言いますよね。コアロアチガッチュナキシチョドカイチ、はい、待ってじゃがち、腹売れんよなこばっかりきっせっせ、ワニカヒドンが登っておらそうなことせよたち、メスクときゃわがたメスクときゃね、どんぶめちゃらよち、仕事はとんじゃがせなおっせいち、先祖っせいち、どうじゃならんち、まあこういう会話、これをぎゅーっと濃縮してくるめてことわざにしたのが、はい、しごちゃこだらんめしゃどんぶいわろち、まあ、こうなるわけですね、はい、だいたい把握できましたかね、これね、ちょっと難易度高かったな、これね、レベル、もうハイレベルだったな、今日の顔のね、こうだね、よかったです、まあ、仕事小皿、仕事をするときは小皿ね、ちまちま、ちまちまね、で飯を食うときは丼を持ってきて丼で飯を食っとると、わかりますか、はい、仕事は全く役に立たないのに、飯を食うときは人よりもたくさん食うやつだと、ね、そういった意味合いでございます。ご理解いただいてましたでしょうかね。うしと浮いたときはやっぱり、うん、おかわりをすんとよ、はい、相手はここよ、もうちょっとだろうか、もうちょっとだろうか、もうみんな優しいですからね。あ、また竜が来たと話ち、おで言おうたところで、あ、おじさんは、あ、みんみやな、また竜が来たち、待って、仕事はこだらめしゃと思いやがあまろあち、どうじゃんって、食わんか食わんかあち、名古屋ビデオかかあち、やっぱり言われるんだから、あな、食わんか食わんかあちとは、早うったたんか早うったたんかという意味ですから。あ、そうか、はい、まあ、あ、そういうことでですね、今回はちょっとハイレベルなね、はい、鹿児島弁講座を やってみましたけれども、ちょっと難しかったかな、はい、ということで、これちょっと長くなったら2部構成になるかもしれないですね、ということで皆様、全くわからない、でもこの辺で通常こうおじさんたちがね、使ってる会話を例に挙げてですね、この鹿児島弁、はい、ことわざ、しごちゃこだらんめしゃとんぶいという解説、はい、こういうふうに使うんだと、こういう場合に使うんだという解説をやってみました、まあ、ちょっと次回からレベルちょっと幼稚園生レベルに小学生レベルに下げよう、ちょっと今回難易度高かったな、はい。
ということでですね、以前の鹿児島県講座茶碗蒸しをやりましたけれどもね、今日はちょっとことわざを引用しまして鹿児島弁講座をやってみました。まあ次回まだ晴れたらですね、外動画チャレンジ動画をやろうと思いますね。今日はちょっとね土砂降り大雨でこういう形の発信になりました。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。しげぞうでした。はい、あれチャイムは？チャイム？はい、どうぞ。インチキチャイムじゃない？